はいどうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこちら、じゃじゃーん、東京ディズニーシー20周年。そう、今日は東京ディズニーシー20周年がいよいよ6月1日からグランドフィナーレに入りました。東京ディズニーシー20周年グランドフィナーレ期間限定の商品も販売になっているので、今日は予算約1万円のグッズの購入品紹介していきます。よかったら最後までご視聴ください。はい、それでは20周年グランドフィナーレのグッズの購入品紹介していくんですけど、グッズの合計金額は1万2000円ぐらいでした。それではまず1点目、1点目に買ったグッズは20周年グランドフィナーレの思いが詰まっているポストカード。いよいよ20周年ももうグランドフィナーレ。グランドフィナーレのメインアートは水面に描かれているのが7つのテーマポート、そして背景に浮かんでいるのが来年オープン予定のディズニーシーの新エリアの背景になっています。そしてこっちのイラストも素敵だよね。もう一つのメインアートのポストカードは各テーマポートにミッキー&フレンズが揃っています。グリーティングでも会えるアラビアンデイジーや、前までマーメイドラグーンのフリーグリーティングで会えたプルートとか、グランドオープニングの提督のミッキーもプリントされています。やっぱりね、グッズのコレクションは一番安く抑えるんだったらポストカードの印象があって、これからとこれまでのグランドフィナーレの思いが、これはもう絶対に欲しい商品の一つでした。次が2点目、2点目に買ったグッズは20周年のグランドフィナーレがパークで使うともっと楽しくなれる手持ちバルーン。20周年が始まった時はフラッグが出ていたんですけど、グランドフィナーレは手持ちのバルーンが出ました。手持ちのバルーンは正面にミッキーの笑ってる横顔、裏側は20周年のロゴが入ってます。お手持ちバルーンの中にコンフェが入っていて、こんな感じで音が鳴るんだよね。実際にね、パーク内で写真を撮ってみたんだけど、やっぱり手持ちバルーンがあるだけで、写真をよく撮る方だったら20周年間がね、より増す写真が撮れたりとか、20周年グランドフィナーレ期間、このね、お手持ちバルーンがあるだけでかなりパークのね、20周年気分も変わるので、写真を撮りたい方はぜひ買ってほしい一品です。実際にこれ店内で商品を選んだ時に思ったんだけど、結構この手持ちバルーンによっては左耳がこんな感じで曲がってる商品とかが多くて、商品によっては曲がってる商品とかばらつきがあったので、商品の状態をよく見て買った方がいいように感じました。そして次が3点目、3点目に買ったグッズはお家でも20周年グランドフィナーレ気分楽しみたい、フェイスタオル。今回出てるグランドフィナーレのフェイスタオルはこちら。そう、ミッキーとミニーちゃんの実写のフェイスタオル。20周年の9月3日、去年の9月3日に販売したフェイスタオルは実写じゃなかったから初実写だよね、20周年のグッズ。実写のグッズってさ、あんまり出ないから、ミッキーとミニーちゃんがこんなにね描かれていて、実写好きにはたまらないですね。あとは20周年らしいロゴも入っています。実写のタオルの裏側はデザインが入っていないです。お家で使うのもいいけどさ、パークでさ、こんな感じで広げて使うのも悪くないかもね。実写のミッキーとミニーちゃん、しかも20周年衣装、今の時期しか買えない、限定感がまた限定感があってとってもいいですね。しかもね、フェイスタオルで買いやすい金額の1500円だったところも良かったです。そして次が4品目、4品目に買ったグッズはこれはね、めちゃめちゃ気になってた商品でした。20周年グランドフィナーレ限定のトートバッグ。普段出てるパークのトートバッグって横長のトートバッグが多いんだけど、この形のトートバッグって結構久しぶりに出たんじゃないのかな。今回販売してるトートバッグは縦長のトートバッグでした。前側が20周年グランドフィナーレのメインアートで、後ろ側も素敵なんだよね。20周年グランドフィナーレのもう一つのメインアートになっています。やっぱりね、このメインアートのイラストがすっごく好きで、やっぱりディズニーシー20周年の思いが詰まってるよね。前側も後ろ側も。トートバッグの中はボタンが一箇所あって、
トートバッグの中は内ポケットが1箇所ありました。ちょっと白色で汚れがね、使い込んだら気になっちゃうけど、普段のお出かけにもいいし、やっぱ後ろ側がいいなぁ。20周年グランドフィナーレの気分、パークでも使ってもいいし、私生活でも使ってもディズニー気分ほんと満喫できて、自分用のお土産にはぴったりの商品のように感じます。これは買って大正解でした。次は5品目。5品目の商品は20周年ハーバーグリーティングで使われていたあの乗り物がグッズになりました。20周年ハーバーグリーティングで使われていたバージがトミカになりました。はい、ということで実際に開けてみました。結構デザイン凝ってない？ちゃんと20周年期間限定のロゴも入ってるし、このバージ自体が確かね35周年が終わった後から使われたよね。記憶が正しければ2019年あたりから使われたバージだと思います。よく見ると本当に細部までデザインがこだわってあって、やっぱりこのね20のマークもいいよね。20周年期間限定でしか買えない限定商品感がとってもあります。自分は結構乗り物系のトミカ集めてるので、こんな感じで20周年の棚にね飾りたくて買いました。一応トミカなんでこんな感じで走らせることもできます。そして次が6点目。6点目は本当はね購入する予定なかったグッズです。実物見てめっちゃ良かったんです。いろいろな場面で使えるって信じてる。グランドフィナーレのメインアートが大胆に描かれているバンダナ。もう同じお話ですけど、自分このね20周年グランドフィナーレの2つ目のメインアートがとっても好きで、やっぱりね来年新しいテーマポートが開く予定だから、20周年までが7つのテーマポートだもんね。なのでこの7つのテーマポートのイラストになってるグッズはやっぱり20周年期間までしか買えないと思います。あとはやっぱりこのメインアートがとっても素敵だったのと、なんか壁とかにねこんな感じで飾って使うのにもいいなって思ったし、本音を言うと20周年のピンバッジがあったんですね。ただ20周年のピンバッジが全部集めちゃうと7700円ぐらいするのかな。で20周年のピンバッジを買うか、このねバンダナで予算を抑えるか悩んでケチっちゃいました。20周年のバンダナで壁に飾るのもいいなって思ったので、今回実物見てとっても良かったので急遽バンダナも買いました。そして次は7点目。7点目に買ったグッズはこれもね実物見て追加で買っちゃいました。20周年限定のポストカードホルダー。もうポストカードホルダーもキリがないからね、買うのやめようって思ったんだけど、やっぱり20周年期間なので買っちゃいました。前面に20周年ミッキー、20周年ミニーがいて、後ろ側も今までの20周年の思いがこもった写真がプリントされています。中がね、こんな感じ。次がミッキー。その次が20周年。そしてミッキーとミニーちゃんが一緒になってるポストカードの、ポストカードホルダーのポケットが16ポケットの商品になっています。いつかだよ。いつかもし、またね、キャラクターグリーティングにサインがもらえる日が来たら、このね、20周年のポストカードに、ミッキーとミニーちゃんからサインもらうのもいいし、この1年間で撮ってきた写真を、このポストカードを、残りの空いてるポケットは、今までの20周年期間に集めてきたこういうポストカードとかを入れるのもいいよね。自分で撮った実写のミッキーたちのお写真を入れるのにもいいんじゃないのかな。20周年の思いがとっても困っていたので、今回ね実物見てよかったので買いました。次が8点目。8点目に買ったグッズは1つ目に紹介した商品と同じの別のポストカード。このポストカードはもうファンならわかるんだけど、20周年東京ディズニーシーのミラコスタの下を通るところにこのミッキーやミニーちゃんのイラストがあって、他にもグーフィーやプルートとかチップ&デール、20周年のイラストがミラコスタの下の大通りの壁の絵がポストカードになりました。パークの20周年のイラストのものがグッズになるのはポストカードっていうのもあるけど、やっぱありがたいし欲しくなるよね。そして最後に買ったのがこちら、20周年のショッピングバッグ。今回出てる20周年のショッピングバッグは普段出てる M サイズの一種類だけのサイズになっていて、表と裏側同じグランドフィナーレのメインアートになっています。特
面にポケットが1箇所あって光り輝いている20周年らしいイラスト、ショッピングバッグの上も光り輝いているイラストになっています。20周年グランドフィナーレはもう一つ実写のショッピングバッグも出ています。こちらの方が、まあ、実際パーク内で持ち歩きとかは便利だったかな。裏側が20周年の実写のミッキーで、表側実写のミッキーとミニーのプリントがされています。サイズ的には実写のショッパーよりも20周年グランドフィナーレメインアートの方がサイズが大きめです。はい、ということで20周年グランドフィナーレのグッズの購入品紹介でした。今回実際に買ってよかったのはパーク内でも使えたお手持ちバルーン、あとはね、実写のフェイスタオルも金額1500円くらいでちゃんとした質でパーク内でもお家でも使えるところも良かったし、あとはやっぱトートバッグも良かったし、ポストカードも良かったし、今回本当に1万2000円くらいだったかな、大体どれも買って良かった商品ばかりでした。あとはね、販売延期になったんだけど、6月1日からこのグランドフィナーレのメインアートの T シャツがね、一番欲しかったんです。T シャツが一番パーク内で身につけられて欲しかったんだけど、販売日が来月に延期しちゃったので、またこの20周年グランドフィナーレのグッズに関しては追加グッズが来月あるので、まあ YouTube のね、購入品紹介でやるかはわからないんですけど、今回買い逃しているので来月こそは20周年グランドフィナーレの T シャツ買えるといいな。20周年グランドフィナーレはいよいよあと3ヶ月9月3日までの開催になっているので、これから行く予定の方、20周年グランドフィナーレのグッズがもし今回紹介しているものが在庫が残っていたら、ぜひ今回の動画を見て購入検討になっていたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思うのでグッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのでフォローお待ちしております。それではバイバイ。